広重、名所江戸百景より、新地山山三夜堀屋景。画面奥から、手前の隅田川に注ぎ込む水路が、三夜堀。今戸橋の橋脚が見え、左右には、当時の著名な船宿であった竹屋と有明路の窓が、灯っている。背後の森は、松千山聖天である。三夜堀は、かつてあった、東京の水路。正確な築年数は不明だが、江戸初期に、 荒川の氾濫を防ぐため、美濃川から大川への出入り口である今戸まで作られた。現在は埋め立てられ、日本津墨から隅田川入り口までの約700メートルが、台東区立の山野堀公園として整備されている。江戸時代には、新吉原遊郭への水上路として、隅田川から遊郭入り口の大門近くまでチョキ船が遊郭を乗せて行き来し、吉原がよいを、 山屋が良いとも言った。船での吉原行きは陸路よりも優雅で行きとされた。界隈には船宿や料理屋などが立ち並び、堀といえば山屋堀を指すくらいに有名な場所だったが、明治時代に遊興の場が吉原から新橋などの花街に移るに、つれて次第に寂びれ、昭和には肥料船の溜まり場とかし、長い花風の記述によると、 昭和初期にはすでに吉原は衰退しており、山野堀も埋め立てが始まっていた。戦後の売春防止法による吉原閉鎖後、1975年までにすべて埋め立てられた。かつては、よろず吉原、山野堀と歌にも歌われ、江戸名所の一つに挙げられる風情ある場所で、船の出入りが多くなる夏の夕方などは、絵のように美しかったという。川口岸には、 ありあけなどの料亭があり、芸者遊びなどもできた。江戸三座があった猿若町に近いため、三夜堀芸儀は、やぐら下とも呼ばれた。水源は、百寺用水である。水流は根岸から箕輪を通って、隅田川まで続いていた。埋め立てられる前の三夜堀には九つの橋があった。上洗い橋の名前は、この付近で作られていた浅草市に由来する。浅草市は、 腰や紙くずを減量にした、六弁紙で、吉原の遊女が手紙の代用や後始末に使い大量の需要があった。山や堀にも多くの作業所があり、職人たちが紙くずを紙舟に入れて、堀の流れにさらしておくことを、冷やかすと呼んだ。この2時間ばかりの作業中は暇を持て余して、吉原の遊郭を見に出かけ、しかし時間がなくて登録せずに帰ってしまうことから、 買う気のない客を表す言語として、冷やかしという言葉が生まれたという、ありがとうございます。